LINE はトゥルー。お前タイムリープしてね。どうしたどうした。ちまたにこの時かけ人アンバサダー東映です。違うセリフ言うのいいんやけど、ちゃんと俺まで最後まで喋らせてということでですね、今日もまたタイムトラベルやります。まあ、僕らがトラベルするわけじゃないんですけど、皆さんこちらの写真を覚えていますでしょうか。あ、これね、その時代にふさわしくない人が写り込んでるということで話題になりましたよね。そう、もう明らかに昔の時代にシュワちゃんが写ってるということで話題になったこと。シュワちゃんではないねんけどな。まあそれでですね、これの写真の別バージョンがまた見つかりましてですね、え、それを紹介しようと思います。それがこちらです。はい、見て。え、なんで周りが明らかになんか帽子とかかぶってる人、女に一人だけこのジーンズ、現代的な T シャツを着ている、ユニクロで揃えたんかなみたいなね、ファーストリテイリングな感じを出しているサーファー風の爽やかなイケメンがいるんですけど、これはそういう人がいるでしょうって話じゃないですか。いや、これはですね、1917年の写真なんで、この時代にはこんなイケイケニーニーおらんかったでということでね、かなり話題になってるんですよね。まあ、確かに不自然さはあるけど、そこまでとは思わないけど、まあアメリカ西海岸からもうほんと来たような格好をしているため、ネット上ではサーファーマンと言われて、まあ彼も未来からやってきた男としてまあ話題になったんですよ。確かにね、僕たち日本に住んでるんで、ちょっとこれを見ただけで分かんないんだけど、アメリカの人が見た時に自国のその文化はある程度分かってるから不自然って思うんだったらまず間違いないんだろうね。そうなんですよね。でさらにはですね、このインターネットの世界っていうのはやっぱりね、未来人がね続々と現れてるんですよね。いやいや、もう名乗ってるやつ多すぎんねんよ未来人。あんたもそうやしね。まあ実際ジョン・タイター先輩しかり、ジョン・タイター先輩って何やねん。いや、もう未来人としてかなり格が違うから。あ、そうなの。そう、ジョン・タイター先輩しかり、まあ、相当いろんな未来人がいるんで、あのね、あの今日は格の違いの、まあ、よくわかんないけど、もう正体バレてる時点で低くないっすか。いやいや、やっちゃってるやん。名乗ってるから未来人やでって。いいの、あれ名乗ってる。いいのよ別に。そういう法律あるの。そう、オッケー。名乗るのはオッケー。親とか殺すのはそれも法律で禁じられてるよっていう、まあ、いわゆる親殺しのパラドックスを禁じるためにね。歴史は書いてあかんとか、ね、そうそうそう。まあ、それはね、もうね、なんか制限みたいなのが書かれるようになってんのよ、親殺そうとしても。あ、そうなの。ファイアーボールみたいな。そうそうそう、それは無理やでみたいな。未来の姿をさ、あのタイムテレビで見てるよって感じで、ドラえもんで言うところ。はいはいはい、はい、そういう感じの制限かかったりするんやけども、そんなわけで今日はこのネット上にも転がっている、まあ、未来人の話もちょっと交えて未来についてお話していこうと思います。まあ、楽しみだけどな。まあ、まずはですね、この話題いきましょう。世紀の地震を起こした未来人ということで、まあ、2010年に、まあ、2ちゃんに現れたっていう人なんですけども、これはですね、まあ、なんとね2ちゃんなんで、ね、日本人なんですよ。はい、自称を2062年からやってきた人なんですけど、まあ、名前年齢住所はまあ非公開、はい、でさらに男性であるということが言っている。で彼はある秘密調査で現代までタイムスリップをしたということだけ明かしてくれたんですよね。はいはいはい。その中で、まあ、答えれる範囲で質問に答えるよということだったんで、うんうんうん、質問を答えてくれるんですけど、まあ、ジョン・タイターは知り合いですかっていうコメントに対して、ノーコメントだ。また時間移動に関する法律、特に過去に遡って未来の情報を教えることへの罰則はないのかね。お、まさに存在する。非常に危険だ。そりゃそうだよね。そんな中、2010年11月14日にこのような質問がありました。あなたの時代までにあった歴史に残るような大きな自然災害、2011から2062年をいくつか教えてください。まあ、2010年に聞かれてるんで。なるほどなるほど、楽しみね、はい、で彼はタイムトラベルの規約として自然災害についての言及が許されていないっていうことを言った上で、はいはいはい、それでも我々日本人にあるヒントを残してくれたんですよね。何ですか。それがこちら YAMANVSOPIA みたいな。何これ。これを、まあ、言った時の文章が、自然災害に関しては言うことが許されない、人口動態変化につながることは言えないのだ、ただし忠告しておくっていうことで、まあ、教えてくれたわけで、これ暗号なんですよ。だろうね。で、まあ、2ちゃんの、まあ、勇士たちが読み解いた結果、山に登れということで、おうおう、これが大きな自然災害が起こるということを、まあ、言ってたんじゃないのかな。確かにそういうふうに言われてみたら答え分かるか。 Y と R でやで、間がま、そうそうそう、で N と E なんでに、そうで、のぼうで、最後だけカタカナのレにしてるってことだよな。レ、もうちょい思いつかんかったんかなって感じするけどね。まあまあそれはいいとして、まあ、ということでこれを何を予言したかというと、東日本大震災。東日本大震災の時に言われたのが、とにかく高台へということじゃないですか。まあ、だから地震とかが起きた時にこれを思い出した人は、まあ、山に登れ高台に登れだということで、あの逃げれた人もいるんじゃないのかっていうお話なんですよね。うさんくさと思って、じゃあ津波来るって書けよ。自然災害については書かれへんから、書ける範囲で一生懸命教えてくれたら。山に登れってずっと登ってられへんね人は。
そんな。でまた彼がタイムスリップの行き先に選んだのはこの2010年11月先ではありませんでした。任務完了次第2016年4月15日に行くという言葉を残してるんです。どういうこと、どういうこと。この日何があったか皆さん覚えてますか、うんうん、熊本で地震があったんですよね。ああ、この時やったっけ。そうなんですよ。地震発生が4月14日やったんで、うん、ピンポイントでもう時期を言い当てたんじゃないのかっていうことが、はい、まあ、後ほど言われるようになったんですよね。だったらな、翌年の 3.11 もな、言ってほしかったよな。うん、まあ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 、そうなんやけど、うん、未来の気がくる多分言われへんかったんよ。じゃあなんで僕熊本の日言えたの。熊本もその日に地震が起こるとは言ってへんから。なんて言ったの。任務が完了して2016年4月15日に行くって言ってるから。じゃあ2011年3月11日に行くって言ってくれたよな。そうやね。そして、まあ、この一連の仕様との中で他にも2062年から見て2010年のうちに食べておいた方がいいものはっていうものに対して海産物は食べておいた方がいいと。ほう、これはいわゆる放射能汚染とかを気にしてたんじゃないのかとか、もしかしたら今後同様の事故が起きるんじゃないかとか言われてるんですよね。で中国の破綻について詳しくっていうことで、まあ、中国が破綻することに対する深掘りの質問なんですけど、中国の破綻というより自滅、大きな赤ん坊イコール中国ということで、まあ、中国っていうとね、ここもう10年ですごい経済成長を遂げてますけど、まあ、日本抜かされてるからね。そう、もしかしたらこの時何かしら自滅するようなことがあるのかもしれないと。へえ。で仕事のあり方や働き方は2010年と比べて変わっているか、うん、これは会社に1人いるかいないかで大半が自宅で就業している、無論業種にもよりけりって言ってるんで、2020年2021年はテレワークが流行りだして、はいはいはい、今後この流れは続いていきそうなところもあるので。なるほどね。もしかしたら2060年代には会社に本当に1人しかいないみたいな、うん、行くピネスしかいないみたいなことが起こるかもしれませんね。俺らは、俺らは家、あ、もうリモートやってんの。そう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 。で海産物に関してなんですけど、さっき食べといた方がいいっていうことなんやけど、はい、今後だんだん取れへんようになってくるらしいのよ。あ、そうなの。そう、魚おらんようになってくるらしくて、で今後30年ぐらいからカルシウムを昆虫を食べることで補うようになると。その地球って昆虫の星なんで。ちょっといいですか。はい。じゃあ海産物を食べておけって言うなよと思う。海産物を食べておけって言うから減ったんちゃうか。この人の未来を変えてしまったんですよ。じゃあ続きましての説なんですけど、なんで俺これ未来人に突っ込まなきゃいけないの。続いてはこの世界線は変更されたということなんだけど。どういうこと。まあこれ未来変えると世界線が変更されるみたいな話があるんですよ。ありますね。まあこれどういうことかっていうと、じゃあ僕が今2010年に行きました、2010年に行って先にもうワンピーススタンピードの映画の脚本書いて、僕が東映に持ち込んでこれ映画でしょって言って売り込みしました。そしたら監督とか脚本が僕になるんですよ。でなりましたと。そしたら未来変わるんですよ。ほうほうほう。その結果僕の今過ごしてる未来と新しい未来が別になるよっていうお話なんですけど、ほうほうほう、そのようなお話が実は存在していて、これ YJ ってツイッターアカウント皆さん知ってますか。いや知らん。私は2075年の未来から来ましたっていう2018年1月3日にツイッターに現れたアカウントなんですけど、へえ。首都が岡山になるって発言してるんよね。これおかきょうのやつもしかして。あ、そう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 。あのジョン・タイターもかつてその岡山に遷都するっていうことを言うとったんで、うんうん、おかきょうの地図出たよね。そうそう、そう、まあジョン・タイだと同じこと言うてるわ、うん、でこの YJ もめっちゃ質問に答えてくれるんよね、うん、タイムマシーンに関していつ完成するんって聞いたら、うん、実は2075年には完成されるっていうことを教えてくれるんよ。はいはいはい。でそして今後30年以内に起きる可能性が高いとされる南海トラフ地震に関しては2024年8月具体的なんやな。そう、うん、に起きるらしい。へえ。じゃああと2年3年後かな。そうやね、うん、で現代になって未来にない食べ物は海産物って答えていて、まあ、さっきと共通してるんよね。なんで魚どこ行ったん。魚はいなくなるんや。え、また未来の人間が過去に干渉して歴史を変えることは可能っていう発言をして、可能って言っちゃった。そう、物議を醸し出したんですよね、はい、で実際この YJ が来たことによって、うん、元々たどるはずであった世界線が A から B に変わったよっていうことも言ってるんですよ。でさらにこの YJ の発言が当たっていたこととして、2021年中国は人工的に気象操作するシステムを完成および実用導入するって言ってるんで、うん、ついに中国が気象兵器を持つんやでみたいな、うんうん、小林さんでも以前その気象操作してるんじゃないかみたいな兵器の話をしましたけど、それをこの中国は開発に成功してるんじゃないのかってことが言われるんよね。実際2021年3月に中国で人工降雨作業の飛行機が墜落し5名が死亡したっていうニュースがあったんですよ。へえ。だからかなりこれに近いようなことがあるんじゃないのかなと。人工降雨作業中ってすごいな。そう。ではまた彼も本当に未来人かどうかはわからないんですけど、はいはいはい、まあ、2020年5月8日を最後にツイッターの更新は止まってるんですよね、うんうん、続いては皆さん未来を先に知っとったら何したくなります。え、未来知っててすることってみんな同じじゃない。例えば競馬とか。そう、株で大儲けした未来人がおるんよ。 それがですね、アンドリュー・カールシンさん。え、どういうこと。これウィークリー・ワールド・ニュースっていうあのアメリカの新聞があるんやけども、は
アンドリュー・カルシシさんっていうのは、まあ、インサイダー取引の疑いで、まあ、逮捕されたわけなんですけども、うん、インサイダー取引って、まあ、簡単に言うと、株上がること知っとって、勝ったらあかんよっていうことなのよ。じゃあ、例えば、コエッキーさんが会社やってて、僕がコエッキーさんの友達で、上場するから株買っといてや、みたいな言われて、株買って、もうそれを売っ払ったりしたら、もうインサイダー取引として怒られちゃうのよね。まあ、実際、日本でも逮捕例は結構あって、激安の電動のドン・キホーテさんの前社長も、これに近い行為を知人に行ったということで、まあ、逮捕されたりだとか。そう、これ最近やとかな。そうそう、そういうこともあったんよね。で、まあ、このカールシンさんはですね、どれぐらいじゃ株で儲かってんっていう話なんやけども、800ドル元手があったらしいんよ。800ドルって、まあ、言っても8万とか10万ぐらいよ。これが、なんとたった2週間で3億5000万ドル。そや、すごっ。やりすぎやと。え、なんで？すごっ。え？で、結果、126回連続で勝ち越すっていう。ちょっと天文学的数じゃん。普通、まあ、プロのトレーダーでも勝ったり負けたりを繰り返すんですよ。うん、で、トータルで儲かったらいいよねって感じなんやけど、うん、126連勝っていう、阪神タイガースもびっくりなくらい調子良かったんやけど。いや、阪神タイガース全然連勝できへんから。いや今年調子いるよ。で、結果ですね、まあ、ちょっとやりすぎたんやな。FBI が目つけて、逮捕つけたんよ。これほんまに、どういう理由で逮捕すんの？だって偶然とかどうやって証明すんのよ。いや、まあ、こういうのこじつけれるから。で、カールシンさんは、自供した結果、連勝を重ね、巨額の富を得られたのは過去を知っていたからって言ってるんですよ、ね。嘘だろ？え？で、いつから来たんって聞いたら、2256年からやってきた未来人なんですってことを言ったのよ。で、その証拠にですね、なんと、2003年3月20日に戦争が起きるっていう予言をしたら、なんと3月20日にイラク戦争が起きましたよとか、ビンラディンの潜伏先がパキスタンのアボッターボードであることを言ったら、これ本当に2011年5月にアボッターボードにいたりだとか、そうだ、石油の生成が可能になるよっていう、まあ嘘みたいな話を言うとったら、なんと2010年の12月にソウルイオーランチキトリウムからオイルが生成でき実用に向けて研究されてるだとか、人工石油なんていう話も本当に出てきたので、なんか明日雨やでみたいな適当なことだって、結構具体的な教科書が変わるぐらいのことを全部言ってるから、まあだからすごい印象深かったんでしょうね。またね、ごめんなさい、未来人にツッコミシリーズなんですけど、うん、そんだけ的中できるんやったら、もうちょっと少額の株を何個か当ててよかったんじゃないですか。なんでそんななんか120何年勝もしちゃって、なんか目つけられるようなことになっちゃってるんです。ちょっとだけしか覚えられへんかったんじゃ、そのこの期間に行ったらこれだけはいけるぞみたいな。バカなの。ちなみにですね、はい、まあ、保釈されたんですけど、この方は、うん、その後の記録はどこにも残ってないらしいんですよ。どういったの？で、FBI もこの事件に関して今否定してて、そうなん？そう、逮捕がもしかしたら誤認だったんじゃないかとか、うんうん、まあ、いろんなことが言われてるんですけど、うん、これはね、今のところウィークリーワールドニュースのフィクションを面白おかしく紹介するような雑誌なんで、ゴースポピーじゃないもんか。そう、まあ、だからフェイクニュースなんじゃねえのみたいなことが一般的に言われてます。いや、すごいな、それ面白いな。続きまして、昔からある携帯電話。今僕らも iPhone 持ってますけど、うん、iPhone の前はガラケー持ってて、うん、その前は PHS 持ってて、うん、その前はポケベルみんな持ってたと思うんやけど、はい、まあ携帯やっぱ便利やん、うんうん、常に持ってるやん、うん、それがね、タイムスリップした際に映ってしまったよね。え、嘘。それがこちら、うん、ほら、ちょちょごめんごめん、あの全然見えへんの、ね、画質悪すぎる。いやから昔やから、これチャップリンの映画なんよ。ええ、これあのですね、1928年公開サーカスというチャップリンの映画なんですけど、はいはい、これ DVD 特典収録のプレミア上映風景に一瞬だけ携帯電話で話しながら歩いてる人が映ってしまったのよ。これただこうなんかやっただけ、こうやらないよ、人は携帯じゃない限り。ちょっと髪をかき上げて、いやいや耳かゆいな、いやいや、これはもう明らかに何か物を持ってしまっているんですね。これは完全に携帯電話でしょう。嘘、決めつけるん、ね、自分も今耳当ててやんて。いやいや。でさらにですね、はい、他にもありまして、はい、1938年にも見つかっております。こちらです。いや、だからこれも見事にこうやって携帯を持ってますね。怪しい、携帯ってもっと耳やし、もっとちっちゃいやつやと思うね。今でかいやん、なんか。いや、だからちょっと前の小池さんのお父さんとかが買った携帯よ。いやいや、じゃあタイムスリップしてこられへんやろ。いやいや、なんかあったんよ、いろいろ。で、一説には1985年にはタイムスリップ技術は確立してるから、セルンが隠してるんよ多分。そう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 。さらに2015年にはこれなんとですね、オーストラリアの遺跡発掘現場、13世紀ぐらいの時代ですよ。この時代に携帯電話が見つかったよ。いやいや、絶対これ捏造やね。いや、これほんまにこれは。これは、うん、ドラえもんでも見た？みんな、この間の映画。ええ、のび太くんが恐竜の時代に行った時に、うん、ドラえもんの道具を落としたんよ。うん、それが、ドラえもんが道具を落としたの。あ、そう、ドラえもんが道具を落としたんよ。そしたらそれが、島になっとってんな。うん、あれ、大パーツってことよ。ドラえもんも犯罪者やから。だから、あれはタイムスリップできるから起きたことやん、うん、と同じなんや。タイムスリップできるぐらいの技術あったらもっとちっちゃくなってる
それはガラケーやん、ほぼ。いやいや。見てほら、これ。今、スマホみんなどんな形してる？ボタンある？この後戻るんよ、多分。ええおるから iPhone 廃れるでって言ったら未来人とかもあ、おんのおるからこれはちなみにあの何 G 広いの電波これ、うん、見てこの電波の数これ電波なのもうこれ多分 12G とかよそうすごいから、まあ、ということなんですけど、まあ、これ実はですね、出土から2年後、ネット画像を元に作られた嘘ですということがバレました、まあ、そんなわけで今回の回はいかがだったでしょうか未来の話ね、やっぱね、嘘が多い調べたら。適当よみんなマジで。そんなわけでね、衝撃を受けたんですけど、もし好評やったらね、またこんな嘘を交えつつ、やろうと思うんで、サーファーマンは、ほんまやから。携帯電話も、ほんまやから、チャップリンのやつとかは。まあ、ということでみんな、また未来人の話聞きたいよっていう人は、ぜひ高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、本日の鳥肌スコアは、126、優勝や本日の鳥肌ポイントは、阪神とは関係ないねんけどな。フェイクニュースばっかりやね、ほんまに。適当なことか言ってちゃうぞって感じですね。それでは、See you。 メガネのキャラ最強じゃねってことで気づいたんですよ。まあ、事件しか起きない街、米花町で小さな探偵やってますとんでもない紹介だ小学生にしてメンサーを余裕でクリアできるほどじゃないかと。わー、 YQ150 以上と。そう、元から次元がおかしいテニプリ界の中でも群を抜いてチート技を駆使するテニス界最強の部長ではないかと。アラサーにして、まあ、大佐という肩書きや暗号をも解読できる頭脳を持ち、政府の命を受け持つという超エリートでもあり、